スター殿、いかがなされましたか。これは私に。いや失敬、つい感激のあまりご厚情痛み入ります。我が主よ、しかしあなたは私の他にも多くの忠臣を従える身、このような形で私だけが身に余るご寵愛を賜るのはいささか心苦しいというか、そのいいえ、決してそのような。しかし私個人の感情はさておき、他の英霊の手前、そのなんというか、例えば、あくまで例えばの話ですが、これが我が王に知られたりすると、それはもう。は、そうなのですか。なるほど。このような形で気持ちを示すことを、今日という日は誰であれ許される。そういう習いでしたか。良い時代になったものです。このような形で人の世の移り変わりを見届けられるとは本当に嬉しい。ただそれだけでもサーヴァントとしてお招きいただいたこと感謝に堪えません。それでは私も日頃の心情を込めて改めてあなたにこれを。あなたとの絆、忠義の思いをこのように形にしてお渡しできること、恐悦の至りです。故にこのディルムット、騎士の誇りにかけていただいたチョコは、私ただ一人が完食いたします。たとえこの命に変えようと、死産決断を築こうとも、最後まで守り通しますとも。マスター、こちらにおられましたか。ぶしつけながら恩義を探しておりました。負傷ディルムット・オーディナ、捧げ物を用立てております。今日という日がいかなる意味合いを持っているのか、ダ・ヴィンチ殿から聞き及んでおります。であれば我が忠義、忠節、そして思いを形にせねば。どうかお受け取りいただきたい。こちらとなります、我が主。妖精の果実とも言うべき神秘の実にございます。これなる果実こそは海の彼方にありしイムラバの一つたる大地を華やかに彩る木々の果実。かつて我が養父たる海神マナナンに導かれし、勇士ブランと仲間たちがたどり着いた地の植物にて、いや、あれはただ塩を吟じただけだったか。導いたとは言えないかもしれませんが、その、はい、常日頃より戦いに勤しんでおられる我が主、あなたのひとときの安らぎとなれば幸いです。おお、これは、ああ、なんということ。あなたが何らかの品を貸ししてくださる、そう分かっていたはずなのに、これほどの感激とは。これこそは身に余る光栄です。ご厚情痛み入ります。こうなればいただいたチョコは私ただ一人が完食いたしましょう。た
たとえ命に変えようと死産決我を築こうとも